2号店のオープンまでを密着したドキュメント、それがガチンコザホルモン、コテリーノ継承者たち。はい、こういう結果になりました。マキシマムザホルモン2号店オーディション、見事2号店メンバーへと選ばれたタクマ。しかしここでとある問題が発生。なんとタクマは自分の持っているギターが故障していたのである。その事態を知ったリョウ君はスタッフを介しこんなメールを送っていた。タクマへ、お疲れ様、ホルモンリョウです。一つ大事な話をしておきたいことがあって、タクマが普段部屋でしかギターを弾いたことのない一般腹ペコギターリストと承知の上で僕らも2号店に選んだのですが、2号店のメンバーであるということはフランチャイズ店とはいえプロとしてお客さんの前で演奏するんです。なので自分の楽器が壊れて音が出ないって状況はこれから戦に向かうのに刀が錆びてますみたいなものです。まあタクマもまさか自分が選ばれると思ってもなかったかもしれないし、状況の急展開に心や身の回りの準備がついていけないのもわかるのですが、これからはタクマにもステージに立つ側の人間として意識を持ってもらい、最低限のマナーとして自分の楽器はライブ前にきちんとメンテし、ライブに挑んでほしいと思います。よろしく、おめこ。このメールを受け、タクマは苦手な電車に乗り、自分のギターを修理に出すべく都内の楽器メンテショップへと一人やってきたのであった。いらっしゃいませ。はい。お願いします。後ほど取り付けていただきます。ネックがちょっと反ってたので直したのと、はい、あと原稿を調整して、あとあのポットがダメだったのでポットは交換しました、はい、であと川北亮さんからお預かりしていたピックアップを交換してありますので、ありがとうございます、はい、なんと亮君は2号店ギタリストになる拓磨のために内緒で自分と同じギターのピックアップをプレゼントして拓磨のギターに付け替えるよう手配していたのだった。こうして唯一の武器である自分のギターの修理を終えた拓磨、りょうくんからの粋なサプライズでピックアップも装備されパワーアップした。これで万全の状態でビバラロックのステージへ挑める。これから長時間かかる電車での帰路も今日だけはいつになく足取りが軽かった。とその時、まさかの事態が。何やってんの？え？何やってんのって何でそれ？まあいいから来いよ。いいです。近近近。え？ほら。ほら。ちょっとさ、俺らはパチスロでボロ負けしちゃってさ。悪いんだけど、かわいそうな俺たちに金を恵んでくれねえかな。いや、ちょっと金ないっす。ええ、冷たいな、お前な。困ってる人がいたらさ、助けてあげようってさ、そうそうなかった。これ見ろよ。何だこれ。あ、ギター。これ売ってさ、金になる。結構いいじゃん。金になる。売っちゃおうぜ。金だったらよ、これ持ってよ。これに。話せよ。おい。話せよ。早めに話した方がいいぞ。だ。いいから動けよ、お前。ほら。おい。いい。何してんだよ。どうも。お前もやられてんのか。あ？あ？なんだよ。大の男が4人がかりでカツアゲか。お前らクズだな。おめえ関係ねえだろ。俺こんなやつ知らねえけどよ。ほら、これお前のギターだろ。
こんな大事なもんな、なんでこいつらに渡すんだよ。大事に持ってるな。んだよてめえ、さっきからうぜえな。なんだ。俺らこのギター売って今日の飲み代に返させてもらうとこなんだよ。消えろ、ちょうだぞ、セロ。ヘドバン出ちまった。よくもやってくださいだから、挑発やろう、てめえなんか一瞬で殺されたぞ。元キックボクサーだろ、関係ねえよ。やってやるよ、この野郎。うわっ、うわっ、うわっ、少女ちゃん、来ない。来い、続きやろうか。ほら、ほら、やめろよ。それにはこいつは夢が詰まってんだよ。夢とか言ってんだ。せやないか。おい、お前何やっとんだよ。気になるこの続きは、マキシマムザホルモン2号店バンドコロナナモレモモ、伝説のデビューシングルに同梱のガチンコザホルモン完全版にてご確認ください。このデビューシングルはコロナナモレモモ誕生のきっかけとなったホルモン2号店オーディションドキュメント、ガチンコザホルモン完全版に加えて、ここでしか見られない2号店オーディションの振り返り座談会、ホルモンメンバー出演の未公開 CM 集も、 DVD のメニュー画面にもホルモン色満載。そしていらっしゃいませ。もはや様式日となったファンキー加藤いじり。いや、もういじるの卒業したんじゃねえのかよ。さらに豪華ブックレット28ページ脚本マキシマムザリョウ君、漫画ゴンガワラ映画によるコロナナモレモモ4コマ劇場男女鹿人栃木物語一つ屋根の下。そして CD 収録曲は、そしてマキシマムザホルモン本店の未発売曲ハングリープライドのミュージックビデオをぜひその手に。 YouTube では見られない冒頭未公開シーンやマキシマムザリョウ君による曲解説も。制作総指揮マキシマムザリョウ君、特典 DVD2 枚 CD1 枚、コロナナモレモモ笹島笹価格にて絶賛発売中。ぜひ一度ご賞味あれ。Handle it tight, handle it tight, keep on it, handle it style, okay?